combat mode. Attack! すぐ戻るからね。待ってろよ。 なんだこれ、村中燃えてたよな。 脱走だぞ。博士の実験サンプルだ。 俺がお前たちに捕まるってか。 ありえない。 まずい。実験室はもう死んでもやだ。Activating combat mode. Activating combat mode. やば、調子悪い。
こりゃまずいな。一時退却だ。昼間だし、俺たち体弱ってるし、夜まで休むか。クラウド。お前、魔法中毒かな。なあ、アンジール。俺、誰も助けられないのか。よし、まずは着替えだ。その魔法漬けの服着たままじゃ、良くなるもんも良くならないからね。さっきいいもの見つけてきたんだ。ちょっと匂うけど、ま、贅沢は言うな。結構似合ってるぞ。ささやかだけど、たくさんあるんだろ。あたり、聞く？何個あるの？23？ 紙に書けよ、忘れるから。ささやかな希望は23個。でもザックスはきっと覚えきれないから、一つにまとめます。もっと一緒にいたいです。なあクラウド、俺ミッドガルへ行かなくちゃ。お前も一緒に行くよな。よし、村から脱出だ。しっかりしろ。ちくしょう、キリがねえ。警察に行ってくる。
ソルジャーには似合わないけど、まあ仕方ないよね。でも使えるかな。さすが神羅星、オートアシストシステムってのはすごいね。Combat mode.
combat mode. Conflict resolved. Combat mode. これからどうすっかな。クラウドがいると無茶もできないし。アンジール、俺どうすりゃいい？よーし、スネ。久しぶりだな。ザックス。逃走中のサンプルってあなただったの？そういうこと。あの実験室で何をされたの？まあいろいろとね。なあシスネ、俺たちを連れ戻しに来たんだろ？頼む、見逃してくれ。軍なら逃げ切れると思ってたけど、タークス相手じゃさすがにきつい。ザックス、ごめん。これ任務なの。逃げたいのなら私は。来るな。もし来たら次は本当に
軍もタークスもいる。今動くのは危険だ。今日はここで朝まで休もう。明るくなったら出発だ。ま、気長に行こう。沈め。彼は確かミブルヘイムであなたと一緒に回収された。どうして来たんだよ。来るなって言っただろう。彼様子がおかしいわ。どうしたの。魔鋼中毒さ。それも重度のな。実験のせいなのね。ああ。おい、ゾン、ターゲットに逃げられたわ。そういうことだからしっかり逃げなさいよ。シスネ、サンキュー。プレゼントがあるわ。私を信じてくれるならどうぞ。死んだせい最高。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く贈り物とともに。お、俺の髪。お前は北条の実験に使われたと聞いている。プロジェクト S 用に加工されたジェノバの力を引き継いだ。そうなのか。マジかよ。俺の髪食いやがった。この細胞が俺にとっての女神の贈り物。これで俺の劣化は止まる。あんた、おかしいよ。モンスターの細胞さえ手に入ればあとは不要。モンスターはお前らだ。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり、人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに。確かに。Combat mode.
だ。ザックスなら。アンジール、どうしたらいい？な、あれ？あれあれ？クラウド、俺、田舎に帰ってきた。ここ、ゴンガガだ。やっぱ、うちには帰れないよな。絶対先回りされてるもんな。ちょっと待っててくれ。親父とおふくろ気になってさ。おふくろ元気にしてるかな。危険だろうけど村まで戻るか。宝箱があるけど、瓦礫が邪魔だな。あんたのそのデカブツなら、瓦礫をどかすことができるかもね。
まったく行動が安易ね。故郷で待ち伏せされるのは想像できたでしょ。ご両親に会いたかった？悪いかよ、普通のことだろ。そう。まあでも浅はかだった。あんたの言う通りだ。俺たち行くわ。気をつけてね。いつも以上に警戒が厳重よ。あなた以外にもこの村に来てる人がいるらしいの。誰？アンジール。そうか。そうか。あなたが倒したんでしょ。驚かないのね。神羅屋敷から出られたのはあいつのおかげかもしれない。なるほど。目撃情報は本当だったのね。でもどうしてゴンガがなんかに来たんだろう。あなたに会いたがっている。それ以外何があるの？いるなら逃げろ。アンジル、タークスが見張ってるぞ。10分だけ時間をあげるわ。それを過ぎたら私はタークスに戻る。戻る？今はそんな気になれない。ご両親に悲しい報告はできないもの。おふくろどうしてる？心配してるわ。こんなことになってしまったらもうお嫁さんに会えないんじゃないかって。なんだよそれ。いいご両親ね。とっても元気よ。そうか、元気ならいいや。本当。あんたのとこは？私は神羅に育てられたの。なあシスネ、おふくろたちの話し相手になってやってくれないか？そうね、よろしくってよ。嫁にどうだって言われると思うけどな。もう言われたわ。なんて答えたんだよシスネ。それ本名じゃないの。え、ほらあと5分よ。アンジール、やっぱりアンジール。待ってくれよ。やっぱりアンジールなのか。行ってみるしかないな。Activating combat mode. Conflict resolved.
combat mode. Conflict resolved.細胞は役に立たん。細胞。お前はそもそも細胞ソルジャーだった。細胞組織がすでに変質していたわけだ。ホランダ、あんたやったのか。ああ、ジェネシスに殺されかけてな。 生き延びるためには仕方がなかった。ジェネシスの細胞を少し劣化してるぞ、あんた。その通り。しかし悲観してはいない。S細胞。S細胞。 女神の贈り物、純粋の S 細胞さえあれば劣化など問題ではない。純粋？お前二人で逃げていたな。いや、逃亡者は二人、元ソルジャーと一般兵だ。その一般兵こそが最後の純粋S 細胞の 持ち主。おい、最終章へつながる4章最後のフレーズを知っているか。知るか。いざ語り継がん。君の犠牲、世界の終わり、人知れず水面を渡る風のごとく緩やかに。確かに犠牲とか終わりとか鬱陶しいんだよ。 この美しい詩を理解できないとは、気の毒だ。まあ無理もない。俺でさえ理解できない部分があったからな。女神の贈り物を手に入れるための最大の謎、源、そしてようやくライフストリームにたどり着いた。は？失われた最終章には様々な解釈が存在する。 だが、正しいのは俺の解釈だ。それを証明してみせよう。ろくでもないこと考えてるな。すぐにわかる。クラウドが危ない。魔鋼炉まで戻るぞ。急げよ俺。 Combat mode. Conflict resolved.
逃げろ。あの誇りを も劣化するがいい。久しぶりだな。なんだよ、あんなのにやられるなんてさ。ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー？ラザードだ。じゃあジュノンからホランダーを連れ出したのはあんた？なんであんなことを？復讐のためにはホランダーの力が必要だった。仲間を間違えたよな、あんた。まったくだ。まさかアンジルの細胞をコピーされるとはな。喜べ。プロジェクト G 直系だ。不思議な感覚なんだ。ん？私の人生を支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは君たちを助けたい。
ジェネシスを救いたい。いや、もっと大きな気持ちだ。そう、私は世界を救いたい。不思議でも何でもない。それがアンジールなんだから。ジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ。いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることをさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ。アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな。統括統括か。なあザックス、夢は何だ。そうだな、英雄になることだな。叶いそうにない、いい夢だ。何言ってるんだよ。力を貸してくれよ、アンジールと一緒にさ。みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さてザックス、ジェネシスの居場所は。はっ、なるほどな。